ただいま。やっていこう。セカンドノベル、彼女の夏、15分の記憶ですね。やっていこう。ということで、一気にこう最終回ムードな感じですけど、謎がいっぱい残ってる状態です。やっていこう。綾田さんの家に着いた。玄関を前にして僕は首を横にひねった。どうかしたの、直也くん。うん、あそこ明かりがついてる。窓から蛍光灯の光が漏れているのが分かった。明かりがどうかしたの。今朝確認した時に消したはずなんだと僕は綾乃さんに伝えた。お母さんが部屋にいるってこと。そうなんだ。じゃあお母さん帰ってきてるのかな。しかし今朝綾乃さんを迎えに行った時、あ、お母さんは今日は帰りが遅くなると言っていた。確かに言ってたね。今日両親いないのってパターンだねって言ったね。何かあったのだろうか。僕はインターホンのボタンを押した。しばらくして、はいと声が聞こえた。いるのかな。あ、お母さん、私。綾乃さんがインターホンに向かって言う。はいはいとスピーカーから返事が来て、ガチャリとドアが開いた。はい、お帰りなさい。直也さんもお疲れ様でした。ああ、帰り早かったの。僕は頭を下げて、でもと言葉を続けた。今日は仕事でしたよね。何かあったんですか。綾乃さんのお母さんは少し顔を曇らせて答えた。実はですね、ちょっと会社を早退しまして。なんで、体調悪くなったの。どうかしたの。大丈夫。綾乃さんが聞く。午前中平気だったんだけど、うん、午後になったらだんだん気分が悪くなってきちゃって。え、それは大丈夫ですか。ええ、ちょっと休ませてくれって横になってたら復活しました。でも若い子があとは任せてくださいって気を使ってくれて、今日は帰ってきちゃいました。大丈夫。お母さんダメね、こんなんじゃ。久しぶりだったから体が驚いたのかもしれないけど。今は体の具合は。あ、だいぶ楽になったんですけど、実はさっきからちょっと寒気もしていて。ああ、本格的に体の体調崩す時の前兆じゃないかな。薬飲んで寝てた方がよくない。だからもしかしたら単なる夏風邪なのかもしれません。でも夏の風邪はしつこいって言いますし。病院は明日の朝行ってきます。うん、でもダメね、年を取るといろいろとガタが来ちゃって。苦笑しながらお母さんは言葉を続けたけれど、言葉にあまり力が入っていなかった。ちょっと心配だ。あの、夕飯とかは大丈夫ですか。ご心配おかけしちゃってすみません。晩ご飯は出前取ろうかなと。直也さんもよかったら。ああ、いえいえ、そんな、ゆっくりしてください。直也くん。横から綾乃さんも聞いてくる。ごめんね、ここは気を使わせちゃいけないと思うから、ゆっくりさせてあげて。綾乃さんの家を出た後、僕は大きくため息をついた。若干女性二人で綾乃さんああいう状態だし、お母さんも体調悪いって言うとちょっと心配だけどね、なんかあった時に。まあ、かといって部外者の直也がいるのも逆にあれか、精神的にちょっとあれか。お母さんの、結局僕はお母さんに物語はもう終わった伝えることができなかった。もう一日あるってこと。そう流れだと一つの客観的な事実として
物語は完結した。もう僕は綾乃さんと学校に行く理由はない。学校に行っても意味がない。本音を言えば物語をまだ終わらせたくなかった。綾乃さんと一緒にいたかった。ずっと。夏休みが終わってもずっと綾乃さんといたかった。でも綾乃さんとずっと一緒にいたいと伝えるには、僕は正しい行動をしたのか自信が持てなかった。いや、正しい正しくないで判断するなら圧倒的に正しくないのだ。綾乃さんは記憶が保てない。その拠り所は今僕が手にしているカードだけだ。そして僕はこのカードを使い、いくらでも自分の都合のいいように事実をねじ曲げることができる。綾乃さんの記憶、意識や感情をおもちゃのように扱い、手玉に取り、コントロールする。僕のしていることは、そういうことじゃないのか。頭の中が悶々としていた。ほつれた糸が絡まり合っている。物語のつながりが糸が絡まった毛糸玉のようになっている。わからない。わからないか。こういう時は逆に逆の方向に進んでもいいかもしれない。つまり頭が混乱しているなら、よりそれを増大させてみるのもいいということだ。大人はどうすればそれができるのかよく知っている。つまり駅の改札の反対側にもある。こちら側は繁華街とは反対側になる、反対方向になるので街の雰囲気も落ち着いた感じになる。スーツを着たサラリーマンがおぼつかない足取りで前を歩いている。いわゆる飲み屋街だ。通りを歩いていると懐かしい感じがした。昔も今もこういう雑然とした雰囲気は変わらない。確か行きつけの店はここら辺にあったはずだ。一歩も動いてないよ。あれ？確かここだと思うのだけど、そこにあるのは居酒屋の看板だけだった。居酒屋羊道陽道。店名にはなんとなく昔の面影を感じなくもない。改装されたんだろうか。以前は雰囲気の良いバーだと思うのだ、だったと思うのだけれど、とりあえず店の入り口に立ってあれこれ考えても仕方ない。入ってみようかな。これ、雄一が避けてた店、バーって。扉を開けると、店の奥から、いらっしゃいと、威勢のいい声が聞こえた。店内はそれほど広くない。ところどころ内装に見覚えのあるものが残っている。やはり以前、ここはバーだった場所のようだ。まだ早い時間だったので、店内にはほとんど客はいなかった。
僕の他には奥の方に一組中年の男女のカップルがビールを飲みながら何かを話しているのが見えた。若い店員がメニューを持ってこようとするのを制して後ろから中年の店員がやってきた。いらっしゃい。後ろからちょっと顔を見たら驚いたよ。これはまた随分懐かしい顔を見たもんだってね。そんなに顔見知りだったの？ほー、この店員さん重要な証言しそうだね。なんか僕は頭を下げた。僕もこの店員の顔には見覚えがあった。マスターだった人、以前はバーのカウンターでグラスを磨いていたはずだった。なんでバーのマスターはグラス磨いてるイメージがついてんだろうね。なんか常にグラスを磨いてるイメージはあるけどね。なんかあ、確かに マスターでもいけそうだね。大将でもいけそうだけど、マスターでもいけそうな顔してる。お店改装したんですか？やっぱりね、時代ってやつなのかね。バーってのは難しかったよ。まあちょっと居酒屋よりは高級感があるからね。なんかランクが一個上みたいな、そういう感じの雰囲気、おしゃれな感じはあるからね。じゃあお客は選ぶ。今はマスターじゃなくて、ま、店長だね。店長か。一応ここだと。店長は店を見渡した。居酒屋にしてみたんだ。どうだい？俺も悪くないだろう。ああ。確かに言われてみれば以前の雰囲気は若干残っているような気もする。ただいかせんバーと居酒屋では店のカテゴリーが違いすぎた。なんとも比較のしようがない。おっと、ごめんごめん。席はカウンターでいいかな？はい。でもすみません、ちょっと軽く飲もうかなって感じだったんですけど。大歓迎だよ。じゃあここどうぞ。店長はカウンターの椅子を引きメニューを置いた。バーの時はずっとカウンター越しだったから、こんな風にこの人と話すのがちょっと新鮮だ。メニューは3つに分かれていた。一つは季節のメニュー、もう一つはおかずやご飯もののレギュラーメニュー、そして最後はアルコール類だった。毛筆体で書かれた鶏の竜田揚げやコラーゲンたっぷり鍋には以前この店がバーであったことを微塵も感じさせなかった。ただしアルコールのメニューは別で、日本酒やビール、カクテルやワイン、ウイスキーが揃っていた。なるほどね。しっかりと落ち着きのある字で細かく風味や香りまで書かれている。なるほど、こだわりがあるのね。この辺りは少し昔の面影が残っていると言えるかもしれない。今日はミルクじゃなくていいのかい？いつもはミルクだったの。とりあえずはビールをいただきます。でもゆういちも牛乳かなんか飲んでたか。そりゃいい心がけだね。店長は店の奥に行くとすぐにビールを持って戻ってきてきた。カウンター越しにグラスを渡す。グラスもよく冷えていた。周りの様子を眺めながら僕は店長に話しかけた。悪くない店ですね。お世辞はいらんよ。これ店長が最後にゆういちくんとか呼ばないよね。読みそうなんだけど、そんな感じの気がしてならないんだけど、大丈夫か？俺そういう展開をちょっと期待しちゃってるけど、大丈夫か？感動いいガキか俺。いやでも本当に名前ずっと呼んでないもんね。なんかじゃあ一杯。たまに君みたいに昔の店を覚えててくれる客が来てくれてね、そういう人には一杯出すことにしてるんだ。すみません。じゃあ遠慮なく。店長はビールをグラスに注ぐ。しかしまあ久しぶりなもんだね。どれくらいだい？上京して大学に行ってからここには戻ってきてなかったんです。へえ、それじゃあ本当に久々じゃないか。よく覚えてるね。僕はうなずいた。ってことは通ってたのかな。あっちに彼女でもできたのかい？ああ、冒頭で別れたって言ってたね。僕は苦笑しながら曖昧に微笑んだ。相変わらずだ、こういうものの言い方は変わっていない。どうだい、田舎に戻ってきての感想は？これと同じような質問を以前受けたような気がした。ほう、どこで受けたっけ？そうだ、あったな。綾野さんと職員室に行った時、そこにいた教師から聞かれたのだ。あったな。そっかそっか。そうですね。
ちょっと不思議な気分です。声同じか。変わっているところもあるし、以前のままのところもあるし、ちょうどこのお店みたいに。ところで、よくあんたと一緒に来てた子は元気かい？おお、こっちがゆういちか。ダーツみたいなやってたよね。バーとかだったらありそうだし。そういうこと？当時僕がこの店に来た相手と言ったらゆういちしかいない。そっか、店長もゆういちの事故のことは知らないんだ。ええ、相変わらずですよ。バカやってますと僕は答えた。そりゃよかった。あの子も随分顔を見せてないからね。あ、やっぱり彼女かい。ほいほい、どっちの意味だこれ。どっちの意味だ。あの子に彼女ができたのかいっていうことを言ってんのか、あの子が君の彼女だったのかいっていうことを言ってんのかによって意味合いが変わってくるぞ。やっぱこれそういうことじゃねえのか。まあそんな感じですね。ここはごまかしてんのか。いろいろ雄一の事故のことだと思ってるから。まあね、君ぐらいの年の頃には僕もよく。おお、あ、おっと、写真持ってくる。そういえば写真持ってくる。ちょっと待ってくれよ。おっとおっと、写真持ってくる気がするぞ。そう言い残すと店長はカウンターの奥に消えていった。おっとっと、写真撮ったのか。何かがあったのだろうか。ここに雄一がいるかどうかだ。直也と雄一が写ってるかどうかによって俺の今までの勘繰りが当たってたかが決まる。泡の立ったビールを眺めながら僕は店長を待った。しばらくして手に何かを持って店長は戻ってきた。来たか店長。それはマサ、預かり物だよ。お前さんに渡してくれって言われててね。え、そういうパターン。そう言って店長はウイスキーの瓶を僕に渡す。ウイスキーの瓶、どういうこと。ゆういちからの預かり物か。ん、どういうこと。マスターからウイスキーを受け取り僕は家に帰った。何、どういうこと。写真じゃねえの。なんかでもそれっぽい言い回ししてるけどな。なんか店長あの言い方だと、だって彼女書いてるね。自分の部屋のベッドの上に寝転がる。ウイスキーか。あいつは一体何のためにこんなものを僕に預けたんだろう。中に変なものが入っているとか。ちょっとやめてよ、若干夏影がなんか頭の中でよぎるからやめてよ、そういう言い方。僕は瓶を手に取ると蛍光灯の光に瓶を照らした。黄金色の液体が光を反射させながらゆらりと揺れている。普通のウイスキーだ。何の変哲もない。ラベルを見る。銘柄はよくわからないが、とりあえず高級そうな感じはした。ウイスキー。雄一がこれを店長に預けたということは、あいつが屋上から転落する前にしたことになるわけで、そうなるともう5年以上も昔のこと、昔の話になる。おかしいよね。お酒買えなくね、その年齢って。ただ単に僕に渡したので、渡したければ手渡しすればいい。恥ずかしがるような間柄でもない。なんでこんな回りくどいことをしたのか。何をしたかったのか。雄一。僕はため息をつき、ベッドの脇に雄一のウイスキーを置いた。その時、遠くから何か音がしたような気がした。犬か猫でも鳴いているのだろうか。いや、違う。これは、電話ノートだ。時計を見る。12時を少し回ったところ。千秋ちゃんの時のシーンがよぎるね。こんな時間に、誰だろうか。放っておこうかと思ったけれど、両親からの電話の可能性もある。僕は頭を左右に振ると、電話の置いてある玄関へと向かった。もしもし。直也くん？綾乃さんか。でも顔は映ってない。本人か、誰かの恋真似か、さくらちゃんの恋真似か。ダメだ、もう疑っちゃうな。心臓がドキンとした。綾乃さん。もしもし、直
也くん？綾乃さん、どうしたの？綾乃さんがどうして、なんでこんな時間に、どうやって。遅くにごめんなさい。ひょっとしてもう眠っちゃってた？大丈夫、まだそんなに遅くないよ。これからどうしようかなって思ってたところ。何かあった？本当にごめんね。お母さんにも怒られちゃったんだけど、でもどうしても伝えたくて。うん、なんだろう、わざわざ電話してきて。っていうか、なんか公衆電話臭くないか、彩乃さんの持ってる受話器が。外から電話してない？なんか家電に緑色ってめったになくないか。え、うん、今ね、直也くんが書いてくれたカードを眺めてたんだけど。うん、物語の。うん、そう、物語についてなんだけどね。セクション3かな。私がその雄一としたところ。何をしたんだ、言ってみろ。一体どんなエッチなことをしたんだ、言ってみろ。あれと言ってみろ。問い詰めちゃダメ、そういう話じゃないか。問い詰めちゃダメか、うん、ここってね、もし私が雄一としなかったらどうなるんだろうね。え、雄一が飛ばないそれチクショーっつって雄一が飛んでかないか。チクショー、人生なんてみたいな感じの展開にならないか。大丈夫か、それ結構きつくないか、雄一的には。綾乃さん、なんとなくそう思ったの。もしそうならどうなるのかなって。ハッピーエンドにさせないってこと？選択肢ということ？まさかの電話越しに選択肢発生。うん、もしかしたら、多分、なんでだろう、自分でもよくわからないんだけど、雄一とキスをしない。私、ここには選択肢はないって言ってたんだよね。ああ、拒否のしようがないってこと。誘致の勢いに負けて私は拒否できなかった。本当はしたくなかったのっていうこと。そういうこと、綾乃ちゃん。そういうことなのか、綾乃。ないというか、この場面に選択肢が生まれることそれ自体に触れてはいなかったと思う。うん、なんかそんな気がする。なんか一箇所確かにあったよね、選択肢って場面だけど、なんか選択肢できなかったとかあった気がする。ここだっけ。そうなんだ。でもね、やっぱり今見てたらここどうなんだろうって。もしそうだったらという物語が浮かんできたということ。ちょっと嬉しそうね、直也。分岐、選択肢。そうだね、そういうことなのかもしれない。それでね、気になって思い始めたらね、なんだかいても立ってもいられなくなっちゃって。何、電話止められてるの、綾乃家は。それで公衆電話まで電話しに出てきたの。やめてよそれ、やめてよ。21番の喪失が一瞬よぎるからやめて。それでね、直也くんの声が聞きたいなって思ったの。綾乃さん、ごめんね、突然電話なんてかけちゃって。ううん、全然。嬉しいよ、すごく。お母さんに言ったら、直也さんのところに電話かけてみればって。お母さんプッシュ。お母さんプッシュもありなの。さっき怒られたって言わなかった。ただし絶対に迷惑にならないようにって。ああ、そうじゃないと綾乃嫌われちゃうよって。ああ、まあどうだろうね、眠いタイミングで電話かかってくるのは確かに不機嫌になるかもしれないけど、イコール人を嫌いになるっていう直結はしないけどね。しないと思うけどね、特に女の子だったら、相手が異性だったらしないような気はするけどね。まあ、不機嫌にはなるでしょう、眠かったらね。まあでも12時ぐらいか、まだいいんじゃないかな。大丈夫、大人の時間ですね。僕は綾乃さんのこと絶対に嫌ったりしないよ。それ何、もう告白みたいよ。ちょっと映すなよ。映すなよこのシーンを。絶対に
がとう。どういたしまして。ね、それで物語どうだろう。私記憶が、うん、今ちゃんと書き留めたよ。明日学校に行った時に続きを考えてみよう。明日も続行決定学園続行みたいな感じだろうな。あおい、嬉しいだろうな、これ。もっとずっと物語の続きとか一緒にいたかったって言ってたもんね。よかった。電話口の向こうで彩乃さんが小さく息をついたのが分かった。なんか声聞いたらやっぱり安心した。すごいね、電話って、声って。あ、もちろん直也くんもありがとう。なんだろうこの言い方、ちょっとなんか引っかかるね。重要なことなのかな、電話とか声っていう。それは、うん、声の色、じゃあ音の色か、うん、いや、お礼言われるようなことなんて何もしてないよ。すごいな、なんかもういろんなところがこうニアミスしてくるみたいな感じのところが多くて気になるな。うん、直也くんは気づいていないかもしれないけど、直也くんはたくさん私を助けているんだよ。そのことはね、ちゃんと伝えておきたいの。だからね、ありがとうなの。うん。それでね、今思ったの、もしかしたら私直也くんの家に電話するの初めてかもしれないって。うん。今の高校生の時の記憶ではなんだけど。うん、初めてだよ。直也って本当にいたのか、こうなってくると本当になんか怪しいよね、いろいろ。でも雄一は雄一でお隣さんか、よくわかんねえな。彩乃さんが僕の家に電話をかけてくるのはこれが初めてだった。そっか、よかった、話せて。直也くん、ん？彩乃さんが受話器の向こうで深呼吸するのが分かった。よかったら覚えていてほしいなって。私今すごく嬉しいんだよ。多分もう次には忘れちゃうと思うから。彩乃さん、ありがとう、嬉しいよ。じゃあごめんね、遅い時間に突然電話かけちゃって。うん、全然大丈夫だからお母さんが怖い顔してるからそろそろ電話切るね。それじゃあおやすみなさい。お母さん目の前にいるんだ目の前でこうジェスチャーしてこう筆記して、ほらこれ喋りなさい、明日誘いなさいみたいな感じのお母さんフォローしてんのかな、そういう感じのやってそうだな。結構綾野家、うん、コミカルで楽しそう。おやすみ。僕は静かに受話器を置いた。台所に行き水を一杯飲む。自分の部屋に戻り、唯一のウイスキーを眺めながらベッドに入った。あったね、そんなの。もうなんか綾野さんの電話で全て消されたわ、唯一のウイスキーとか。セクション 3B の行動、これは僕の行動が関係しているのだろうか、まさか、それともセクション4の物語の内容が関係しているのだろうか。いや、もうなんか今認めなかった、何僕の行動って。これなんか認めてない雄一ってことを、え、何僕の行動が関係しているのだろうかって。あなた物語に出てないはずなんですけど、あれ、え、一つ気になることがあった。セクション3と4はこれまでいない特徴的なつながり方をしていた部分がある。セクション4の入り口、雄一に声をかけてからもう一度セクション3に戻る展開だ。これまで 1,2,3 と順番に上がっていくセクションはあったものの、3から4へ
そして4から3へとまた戻るような展開をする箇所は他にはなかった。もしかしたらあの展開が何か綾乃さんが物語を語る上での意味、もしかしたら迷いみたいなものがあったのだろうか。そっと目を閉じた。頭の中では綾乃さんのすごく嬉しいんだよという言葉がずっと繰り返されていた。何度も何度も頭の中で反響していた。僕の行動っていう時点ですでに優一は直哉ってことでいいのかな。で直哉がここで何それ、パンツ見せようとしてんの、何ちょっと待って、何やってんのあなたは。ちょっとちょっといいじゃないですかいいじゃないですかってか、なんていうか、あそうそう、あ玉ねぎ現象には訳がある。どういうことどういうこと、全然ピンとこないけどタイトルから。そっか、ゆういち、俺てっきりゆういち、直哉がゆういちで、ゆういちのもう一つの人格で、でゆういちが眠ってて、それを呼び起こそうとして、周りがみんな直哉に対してこのセカンドノベルの流れをやってるっていう、そういう展開が一つあるのかなって思ってたんですけど、今の言い方だと直哉は自分の中に雄一がいることに気づいてるみたいな、同一人物だということに気づいてるみたいにも取れるニュアンスがあったよね。ってことは違うのか、それとも雄一の中に眠って、直哉の中に眠ってる雄一が雄一を起こさなきゃいけないのかな、それに直哉も協力してるってこと。よくわかんないなよくわかんない全然また外れたこと言ってそうだな、でもそんな感じもするけどな。さくらちゃんに関しては意味不明だしな、まあ、存在がよく分かってないしな。はい、ありがとうございました。では次回は違う、まずはファーストノベルを読みましょうかね。次は、はい、ありがとうございました。ありがとうねー。